ローマクラブはスイスのビンタートールに本部を置く民間のシンクタンク。1972年発表の第1回報告書成長の限界は世界的に注目された。イタリアオリベッティ社の副会長であったアウレリオ・ペッチェイは世界の人口が期化級数的に増加するのに対して食料、資源は増やせるにしても直線的でしかなく近い将来に 地球社会が破綻することは明らかであり、世界的な運動を起こすべきだと考えていた。それに対して、スコットランド人科学者で政府の政策アドバイザーでも、あったアレキサンダー・キングが賛同し、主源、人口、軍備拡張、経済、環境破壊などの全地球的な人類の根源的大問題に対処するために、設立した。世界各国の元国家元首の政治家、外交官、 産業人、自然、社会科学者、各種分野の学識経験者などが集まり、1968年4月に立ち上げのための会合をローマで開いたことからこの名称になった。1969年にアウレリオ・ペッチェイを初代の会長に選出した。1970年3月に正式発足し、フルメンバーは発足当時より増えたが、今でも世界で100人となっている。 アウレリオ・ペチェフィ、フィアット・オリベッティでビジネスマンとして働いてきた彼がローマクラブ創設者であった。その卓抜した将来を見通す力、人類の運命への使命感は若い時代にムッソリーニのファシスト政権を倒そうとして地下組織で活動していた時から一貫している第一級の思想家であった。今では常識となっている成長の限界を予言し、 世の中の人々に分かってもらうには、数値シミュレーションが必要だとして、それを託せる学者、J. ォレスター MIT 教授を探し当てる。そして、メドウス夫妻ら、若い女子と大学院生が2年弱でモデルを作り上げ、シミュレーションにより、危機的な将来を見せ、世に問うところまで持ち込んだ、実行能力の高さは、現代には他に比べる人がいない。彼は、 自国主義に陥っていく60から70年代の世界各国の政治を見て人類の環境が維持できなくなると警告している。今日のトランプ大統領のアメリカファースト、欧州の極右勢力などのポピュリジウムの台頭など大衆が動かされてしまう風潮を見通している。ローマクラブの構成員の中心は約100名の正会員である。この中か会員にはフルメンバーのほか 20数名の巡回員、数名の関連組織代表メンバー、40数名の名誉会員が在籍する。正会員の中から、執行委員会の委員12名が総会で選出され、会長選出を含む、一切の組織運営が委任されている。会員、執行委員、あるいは会長の推薦は、推薦委員会が、候補者の適否を調査して、総会あるいは、 執行委員会に提出する。また、時に応じて、戦略、財務などの委員会が組織される。本部は、当初は、ローマに置かれたが、84年に、パリ、98年に、ドイツのハンブルク、そして2008年に、スイスのビンタートゥールへ移転した。また、各国支部があり、2019年3月に、日本支部も、正式に設立認定された。会長は、 初代のアウレリオ・ペッチェイ、第2代アレキサンダー・キング、第3代リッカード・ディエ・ライトナー、第4代プリンス・エール・ハッサン・ビンタラール、第5代アショーク・コシュラーとエヴァー・ハルト・ホン・ケーバーと受け継がれた。2012年10月には、スウェーデンの元欧州議会議員であったアンダース・ワイクマンと横断学理を講求するカッシル大学の創設学長を経て地球環境を対象とする。 世界初の研究機関である、ブッパータール研究所を設立し、元ドイツ連邦会員環境委員長を務めた、エルン・ストール・リッヒ・ホンバイツ・ゼッカーの二人が、共同会長に選出された。2018年10月に、ローマで開催された創設50周年総会では、南アフリカの黒人女性で、コネルソン・マンデラと共に、黒人人権獲得闘争を担ってきた、マンフェラ、 ランフェレと EU を中心として気候変動、エネルギー問題などを含む低炭素経済とグリーンビジネス推進の著名なファシリテータであるサンドリン・ディクソンでクレーブが選出された。ローマクラブ史上初の女性二人による共同会長の誕生で男性中心、欧州中心であったクラブにとっても新しい時代の幕開けといっていい画期的な出来事である。 ローマクラブの早々期には、日本から沖田三郎、小林浩治、大島慶一、加谷洋一が、正会員として参画した。2019年4月現在の日本における、正会員は以下の通りである。2019年4月現在の名誉会員は以下の通りである。ローマクラブ、日本支部は、2019年3月に、本部より正式にその創設の認可を受けた。 支部長は林義次会員。事務局は中部大学持続発展スマートシティ国際研究センターに設置された。ペッチェイが依頼した MIT グループによるシミュレーションモデルの分析結果は1972年に成長の限界として世に出され30カ国語以上に訳され160万部以上が出版され世界中で読まれた。 このデニス・メドウズラによる第1号レポート成長の限界では今後技術革新が全くないと仮定するとイコール日本語では削除現在のままで人口増加や環境破壊が続けば資源の枯渇や環境の悪化によって100年以内に人類の成長は限界に達すると警鐘を鳴らしており破局を回避するためには地球が無限であるということを前提とした 従来の経済のあり方を見直し、世界的な均衡を目指す必要があると論じている。団体として1973年にドイツ出版協会平和賞を受賞した。しかし、地球環境問題に関して、ローマクラブは NPO であり、世界の市民に訴えることはできても、各国政府を行動させることは困難であった。そこで、拘束力を持たせるために、国連に対して対応する。 委員会を設置するように働きかけたのが、早々期のフルメンバーであり、執行委員会メンバーでもあった、大北三郎であった。手続きとしては、日本政府が国連に対して、環境と経済に関する委員会の設置を提案。これが採択されて、ノルウェー元首相のグロハーレム・ブルントラントが委員長になって1984年に、環境と開発に関する世界委員会が設立され、 ブルントラント委員会と呼ばれるようになり、その報告書、我ら共通の未来において持続可能な開発の概念が打ち出された。このような人類の重要課題に対して世界を動かしたのが日本人フルメンバーの大北三郎であり、中曽根首相も賛同して1987年に同委員会がレポートアワーコモンフューチャーとして取りまとめる会議を日本に招いた。このように 当時の地球規模課題に対する日本の貢献は大きかった。デニス・メドーズの主張を普通に解釈すると技術革新があると石油は無人像にある成長の限界はないと言える。しかし政治利用されデニス・メドーズの主張は無視されてきた。続編限界を超えて生きるための選択では資源採取や環境汚染の行き過ぎによって21世紀前半に 破局が訪れるという、さらに悪化したシナリオが提示されている。ローマクラブでは、各会員によって、環境、情報、経済、教育などをテーマとした活発な活動が展開され、その成果が、各会員、または、その研究グループの著書として引き続き刊行され、今日までに44が、ローマクラブレポートとして認定されている。その中で、エルンストフォン・ワイツ・ゼッカーが主著者として、 気候変動定約国共同会議の前に出版されたファクター4は第一レポート成長の限界が人類の危機を訴えたのに対して経済的豊かさを2倍にしつつ資源消費を半減させることにより持続不可能な地球を持続可能な軌道に導く指針をわかりやすく示した画期的なレポートであったその後世界発展のための新しい道として 環境問題など5つの分野で提言を行っている。2007年には OECD 欧州機会 WWF と共同でビヨンド GDP という会議が開催され、進歩と富と幸福を図る尺度について議論が交わされた。2008年11月にはローマクラブ創設40周年の会議がスイスで開催され、スイスの氷河の交代など、 地球温暖化の脅威に関する報告などがあった。ファクター4の続編、ファクター5では、ファクター4をさらに進めて、豊かさは、経済ではなく、QOL であるとし、エフィシェンシーからサフィシェンシーへのパラダイム転換を、訴えている。ファクター4は、単独技術に基づく提案であったが、ここでは、技術をシステムとして捉え直している。地球上の70億人全員が、 現在のアメリカ人と同レベルの資源消費成功を持てば地球が5つ必要となる。しかし、減存技術を使った省エネをシステマティックに組み合わせて実施することで人類の現在の生活の質の低下をさせることなくエネルギーと資源の消費を1、5にすることが可能であることを具体的な実例を挙げて説明している。そして、これまでその実現を阻んできたもの、つまり、 既得権益、新自由主義の考え方などをどのように克服していくべきかも提案している。ローマクラブ創設から半世紀が経ち、人類は新たな段階に入った。世界では再現内都市化とライフスタイル変化、その要求に伴う過剰な開墾、生産活動によって地球一個の再生産能力を上回って資源を使い尽くすオーバーシュート問題。 気候変動に伴う極端気象、放食と、飢餓、空前の富と貧困の格差など、様々な問題が、次々と紛失した。2017年12月に、最新レポートカモン、キャピタリズム、ショート、ターメザム、ポピュレーションザ・デストラクション・オブ・ザ・プラネット、ビー・ヤジンとダロンが刊行された。成長の限界から、半世紀を経て強生じてきた、これらの状況を、 網羅的に書き込んだ包括的書物で、ホン・ワイツゼッカーとワイクマンが編著者となって、主要、フルメンバー35名を著者として結集した、ローマクラブ初の企画であり、成長の限界に対応する50周年、記念レポートである。現在各国語に訳されており、日本語版も近々出版される模様である。ありがとうございます。